X1 はイギリス海軍の潜水艦である。同系艦はない。完成時には世界最大の潜水艦であった。本艦はイギリス海軍がワシントン条約に基づき建造した潜水艦である。1921年11月にチャタム海軍造船所に発注され、1925年9月23日に完成、12月に収益した。 本館の外角部は厚さ 25mm の後半で作られ、その直径は船体中央部で最大5 9 8 2メートルだった。館内は水密核壁で実質に分割されていた。船体は設計では最深で1 5 0メートルに耐えられるものとされたが、実用では先行深度が1 1 0メートルに抑えられた。本館の外観上の特徴として、 艦の路ッキ上に配置された連装式の砲塔が挙げられる。この砲塔は1 3 2トル速射砲を収めており、司令塔を挟み込むように前後に1機ずつ、計2機が配置された。また、監視水面下に5 3 3トル魚雷発射管が片元3門ずつ、計6門配置された。本艦の主兵層には、新設計の QF 三点二セ i 1 3 2トル速射砲が採用された。射撃性能は3 1 8キログラムの砲弾を、行角40度で1 5 8 0 0ルまで到達させた。これを、防水加工が施された連装式の砲塔に2門搭載した。円形の砲塔は、直径が約3メートルほどで、旋回と不良は主に電力で行われた。は、 方針が行角40度、深く5度であり、砲塔は左右に150度旋回できた。ただし実際は上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分6発だったものの設計に不備があり、カタログデータを維持できなかった。他、手法では対抗できない敵を打倒するため、53.3cm 魚雷発射管を片減3機ずつ、 計6機装備した。魚雷発射艦は L 級のうちキャンセルされた装備を流用した。魚雷発射艦室は狭かったため、予備魚雷の装填には約24分が必要だった。本艦の指揮艦はアドミラリティ式8機とディーゼル機関2機で6000馬力が見積もられた。これとは別にバッテリー充電を行う補助機関として賠償艦。 U-126 の満式ディーゼル機関2機を搭載した。また先行時の推進装置として GC 式電気モーター2機が搭載された。設計では8000馬力の発揮を目指していたが、大やけ身における数値は7135馬力であり、目標を下回った。1925年12月に収益し、1926年4月に海軍に編入された後、 ジブラルタルまで航海した際に駆動系を損傷した。修理後、地中海艦隊に所属した。1928年1月に、右舷側の推進軸を損傷し、マルタ島で新しいギアボックスと交換したが4月に再び同じ箇所が損傷した。本館の居住区は狭かった。これは、砲塔の弾薬庫と高速発揮のための機関スペースを優先したためである。 また館内は換気不良で先行時の館内の湿度や空気の評価は非常に不満足なものだった。1930年代までの歴代館長の評価はメイン機関とサブ機関の維持が面倒でメンテナンスに時間がかかったというものである。本館は1936年12月12日に解体処分された。ありがとうございます。